ここで皆さんにお願いです。総理に聞いてもらいたい質問をですね、皆さんに募集します。はい、皆さんこんにちは、玉木雄一郎です。いよいよ10月4日から臨時国会が始まりますけれども、10月10日、午後多分13時ぐらいからなると思います。まだ決まってませんけどね、約1時間、全ての閣僚を目の前に置いて、1時間国会のこの予算委員会での論戦を私やります。そこで、玉木チャンネルをご覧の皆さんにですね、総理に聞いてもらいたい質問をですね、皆さんに募集します。これはちょっとね、おかしいんじゃないのと、プーチンさんと何十回も会ってるけど本当島帰ってくんのとかね、消費税が今回上がったじゃないですか。で、あのポイント還元とかやってますけど、あれもうオリンピックの直前にやめるんですよね。で、本当にやめていいのかとか、いろいろ心配してると思いますし、あとなんか年金制度大丈夫だって総理言うんだけど、本当にもらえるの？若い人は特にそう思ってますよね。だからそういうことも含めて、あの、どしどしですね、皆さんの疑問、要望をお寄せいただければ、その中からですね、これは私質問の中に、取り込みたいと思いますので、よろしくお願いします。あの、コメント欄に、この YouTube のコメント欄に、あの、どんどん書いていただくのと、あと、Twitter でもですね、私よく Twitter 見てますから、書いていただいて、ツイッター使っている方はですね、このハッシュタグ、頼むぞ玉木ということで、玉木に任せて、なんとかこれ聞いてもらいたいっていう質問をですね、ツイッターでも募集してますので、YouTube、ツイッターで、書き込んでいただければと思います。玉木チャンネル、あなたの声を届けます。でも全部は無理です。多分落選する質問が多いと思うんですが、それでもね、やっぱり今皆さんが何をね考えているのか、こういうことをね、仮に自分が国会議員だったら総理にこれを聞きたいなっていうのはあると思うんですよ。ぜひ政治を身近に感じてもらうためにもですね、この玉木チャンネルを通じて、この10月10日午後予算委員会、私質問立ちますので、ぜひともですね、皆様に質問をお寄せいただきたいな、そう思います。改めて玉木チャンネル登録お願いします。